はい、皆さんこんにちは、小栗です。前回僕が、国内のテニスは絶滅するって動画出したら、なんと僕の自分の、試合よりも伸びるっていうコメントが来るということで、ある意味ちょっと事件が僕の中で起きてまして、僕は自分の、選手の活動のメモリーで試合の動画載っけてて、そっちメインで僕 YouTube やってたんですけど、なんかこうやって語ってる動画の方が伸びるっていうことで、多分こういう感じで語ってる人、 YouTube やってる人でジョブ回ってる人とかプロとかであんまり、いないからなのかな、分かんないんですけど、とりあえず本当に見ていただいて、本当にありがとうございます。これをきっかけにちょっと、いろんなテーマで喋っていこうかなと思いますし、なんか喋ってほしいなみたいな、もしテーマがあったとしたら、なんかコメント欄とかで、教えていただければと思います。はい、ということで今日は、なぜ僕が、サラリーマン2年半やって、そのブランクがありながらも、本当は2年間で、僕は出る予定だったんですけど、3年間かかってしまいました。泣きの1年で今年頑張ってやってきたんですけど、なんとか、86位にランキングを上げることができて、一応全日本選手権、予選1回戦負けですけど、そこまでの目標は達成できたんで、何を僕がこう意識してやってきたのか、なんで出れたのかっていうのを、今日は喋れればいいかなと思います。はい、ということで早速お願いします。1個目のテーマ、1個目ですね、環境が本当に一番大事だと思っていて、僕いろんなスポーツ選手の YouTube とか見るんですけど、これ本田圭佑選手の YouTube でも、結論環境っていうことを、本田選手も言っていて、僕はその会社辞めてから、どこに所属、どこに身を置くかで、結果は多分決まるんだろうなっていうことをすごい感じて、で現在の SYS テニスクラブ、日本リーグのチームの山木様に、所属させていただいて、でなんでかっていうと、そこにはやっぱり全日本当たり前に出てる選手いますし、テニスができる環境があるので、あとはこう、自分 の、その住んでいる地域からもっていうのもあって、そこに、所属させていただくことができたんですけど、結論は環境ですよね。じゃあ例えば、日本のトップの大学って言ったら、今だったら日本大学だと思うんですけど、日本大学に入って、インカレトップの選手と練習したりとか、いろんなこう考え方とか思考に触れたりとかして、共に4年間生活してやるのか、じゃあ誰も部員がいないっていう大学のテニス部、自分一人だけのテニス部で一人で黙々と、自主練習をするのかでは、当然最初に言った日本大学、例えばですけど行った方が強くなるっていうのは多分分かりきっていることじゃないですか。でそれを僕は忠実にやっぱりそこ大事だなと思って、今の所属先入らせていただいたんですけど、でここで問題になってくるのは、じゃあ現在そういった恵まれていない環境に自分いるんですけど、その人は無理なんですか問題が多分出てくるんですよ。で、その場合は、例えば地方に、すごい田舎でテニス頑張りたいけど教えてくれる環境がないとかコーチがいないとか、っていう場合でも、第一に今 YouTube たくさんあるんで、テニス YouTube たくさんこうレッスン動画あるんで、その環境が悪くても、見たり聞いたりする言葉とか情報が
良ければそれだけでも絶対にプラスにつながりますし、まあ、あとはその、まあ、直接オンラインとかで、コーチにコーチングしてもらって、今だったら動画撮って送ったりとか、電話でコーチングしてもらうとか、そういったこともかなりできるようになってるから、今住んでいる場所とか所属している環境が、あまり良くなくて変えられないっていう場合は、まずそういうところからできればいいのかなと僕は思います。はい、まあ、とにかくでも本当に、人生かけて、例えば目標を叶えたいだったら、やっぱり環境に所属してしまった方が手っ取り早いかなって思います。はい、次なんですけど、まあ、365日思考過去紙に書くって書いてあるんですけど、これは、僕がサラリーマン辞めて選手やり始めてから、1日も全日本選手権に出るということを考えなかった日はないです。毎日、寝る時間以外ずっと頭の中にも全日本選手権があります。運転してる時もご飯食べてる時もお風呂入ってる時も、もう全部練習してる時ももちろんそうですけど、あるんですよ、頭の中に。なんでかっていうと、チャンスを逃したくないんですね。なんだろうな、なんか例えばなんですけど、こう車とかに乗っていて、なんかすごいラーメン屋さんに行きたいなみたいな、ラーメン好きだなとか思ってたら、頭の中にあったら、運転してたりとかしてたら、なんかラーメン屋さんがすごいなんか目についたりすると思うんですよ、例えばなんですけど。で、頭の中に、まあ、そういう思考を置いておくことで、その全日本につながる何かキーになるものを必ず、見つけ出せる頭の脳の設定にしておくんですよ。そうすると、あの全日本選手権につながるヒントが、その思考をしていなかったら見落としていたかもしれないんだけど、思考があることによって、見逃さないで手にすることができるんですよ。なんでずっと僕はそれを考えて頭の中に置いておいたんですよ。そうすると、あ、これ考えてなかったら見落としてたな、気づかなかったなっていう、小さな、普通に生活したら別に何でもないようなことなんですけど、そういったところにすごい気づくことに、ことができるんで、常にその自分が一番欲しているもの、まあ、僕は全日本選手権出たいっていうのが一番だったんで、まあ、それをとにかくずっと頭の中にありました。そうすることで小さなチャンスを逃さないっていうことですね。で、まあ、過去紙に書くって書いてあるんですけど、もうこれはもう洗脳です。自分を自己洗脳します。まあ、見えるところに、僕だったら家とかの、まあトイレだの、必ず見るところの壁だの、まあそういったところですよね、に、まあ書いてあるんですよ。で、僕だったらその、まあ、全日本選手権出場っていうのを書いてあって、もう毎日見ます、それを、家を出るときに。なんで目的意識があるわけですよね。今日もその全日本選手権に出るために、これをしてこれをしてっていうのが自分の中でセットしてから家出てるっていうのを毎日やってました。なんで家に僕はそういった紙で書いて、必ず目標っていうのを書いて貼ってありました。で、それを達成してきました。今までもたくさんその仕事してた時もそうですけど、僕は紙に書くっていうのはバカにできないなって思ってます。はい。で、3つ目、違うことをやり続けるって書いてあるんですけど、まあ、これどういうことかっていうと、まあ2種類あって、その違うことをやり続けるって、1個はその周りの人とやっぱり違うことをやるっていうのをすごい、意識してました。やっぱりその周りの人と同じことをやっていたら同じになってしまうんで、まあ、ここから僕のその憶測なんですけど、やっぱりそのテニスって頑張るじゃないですか、誰でも。テニスの練習、トレーニングっていうのは
当たり前ですよね、テニスで勝ちたいってなった時、それは当たり前に絶対みんな頑張ってるんで、それはもちろん僕も頑張るんですけど、プラスアルファどこでこう差をつけるかって考えた時に、まあ年齢も年齢だったんで、そのテニスってトーナメントだし1年中続くんで、そのリカバリっていうところも僕の中ではそのある意味練習だと思ってたんで、練習してどうやってリカバリーしてまた次の日をいいスタート切れるかっていうのをすごい考えて、まあ食事の栄養学の勉強もして、まあ、ちっちゃな資格取ったりとか、まあ、睡眠の質求めてマットレスとかいろいろ試したりとかして、今いいマットレスで寝たりとかしてるのもそうですし、まあ、僕ちょっとまあなんていうんだな、まあグルテンフリーじゃないですけど、まあ、ちょっと小麦結構好きで、まあ、ラーメン、パスタ、うどん、パン、まあ、ここら辺が代表的な主食になってきて小麦が入ってるんですけど、まあ、ジョコビッチの本読んでから、まあ、ちょっと小麦抜いて、まあ、食事するようになってから結構その体のパフォーマンス軽くなったりとか目覚め良くなったりとかっていうのがあったりとかしたんで、その練習トレーニングは絶対にもちろん周りの人頑張ってるんですけど、そういった違うところでもしっかりとやっていかないといけないなっていうのを感じて僕はやってました。まあ、あとはその何て言うんだろうな、まあ、コーディネーショントレーニングですね。トレーニングって言ってもこうダッシュとか、重いもの上げるスクワット、ベンチとか もちろんやるんですけど、スポーツはやっぱりその僕結構運動音痴なんで、自分の体を思った通りにあんまり操れないっていうのがすごい気になっていて、自分の体を思い通りに操れたら絶対にスポーツってうまくいくと思うんですよ。まあ、今も全然そういうところは発展途上で完璧ではないですし、多分完璧にはならないんですけど、やり始めた時よりは自分の体を思い通りに動かすっていうことができるようになってきました。あとは動かせなかったり使えなかった筋肉が使えるようになったりとか、そういったところをすごい、まあ、この年になってきたら技術の向上っていうのはやっぱり難しくなってくるんで、そういうフィジカルの部分とかっていうところをやっぱりどんどん上げていくっていうところにフォーカスした方がいいかなと思って、そういったところですねを、まあ、違うことをやり続けるっていう意味で、まあ、周りとですね、これが1個目で、2個目の違うことをやり続けるっていう意味はもう、シンプルで、とにかくこういい方向に今よりもっていうのをどんどん追い求めて、練習していました。なんていうんだろうな、まあ、単純にそういうことなんですけど、例えば試合で、じゃあバックハンドのストレートの質がちょっと良くなかった、じゃあここをこうしていこう、でそれを試しました。そしたらまた新しい課題が出てきたんで、またこうしていけばもっと良くなるんじゃないか、また良くなるんじゃないかって言って、その現状 その自分のテニスに満足しないで追求していくって、まあ、これは多分アスリートだったら誰も当然のことだと思うんですけど、まあ、現状に満足しないで今よりもってずっとやってきて、昨日の僕より今日の僕の方が絶対に進化してるっていうのを言えるように、毎日練習してました。まあ、なんでその一日一つ強くなるって、まあ、これも梅原大吾さんの本で、まあ、読んだセリフですけど、一日一つ強くなるっていうのは本当テーマにあってて、何かしら一日一個見つけて、よくしてから寝る、練習をやめるっていうことを本当に意識してやってました。そうすれば365日経てば365個強くなるんで、ゼロの人でも365個成長できるじゃないですか。そうやって自分の中で一日一個強くなれるように日々、試行錯誤して、今よりももっと良くなるようにっていうのをやってきたら、必然的に、まあ、全日本に出れるんじゃないかなと僕は思って、やってきました。まあ、例えば、全日本選手権富士山に登るのと同じだとした時に、
1日1個強くなれば、富士山のふもとから1日1歩ずつ登れば、例えば全日本がじゃあ365歩目に全日本って富士山で例えた時に、じゃあ1歩ずつ登ってれば確実に登っていってるんで、確実に近づくじゃないですかっていう考え方でやってました。はい、なんで、出れるべくして出たっていう感じだと思いますし、出れないんだったら出れないべくして出れない理由が絶対あるんで、僕はそうやってやってきました。はい、で最後、4つ目ですけど、俺は勝つっていう、もうこれテニスって最終的にもう勝負に勝つか負けるかしかないんで、同点ないんで、最終的にその全日本に出たいんだったら、もう目の前の相手に勝つ以外ないんですよ、どんだけうまいことを言っても。だからどんなクソなテニスでも、どんだけそのもうゴミみたいなボールでも、コートに入れて点取って最終的には勝たないと、綺麗事だけでは並べられないものがあるんで、で僕はまあ、コーチにまあ、このセリフもらって、で負けたくないが強かったんですよね。でも負けたくないじゃなくて、俺は勝つにしろって言われたんですよ。全然違くて、この言葉って。でも負けたくないってなんか、負けたくないって何なんだよって感じじゃないですか。まあ、俺は勝つってことは、俺は勝ちたいわけですけど、負けたくないってどう、何のためにこうやってんのかよく分かんないんですよ、よく考えると。で僕はその、まあ、本当に、まあ、全部が全部はね、それは勝てないですけど、そんな簡単には。で例えばその拮抗しててめちゃくちゃ競ってて、もうファイナルのもう 5-5 とかになった時とかって、もう正直これしかないんですよ。タイブレークとかになった時とか、例えばファイナルタイブレーク6-6のもう 4-4 とか5-5とか、例えばなった時って、そのもちろん戦術もそうなんですけど、もうほぼメンタルの割合の方が高いはずなんですね。だってパフォーマンス練習のノンプレの時みたいに出せないじゃないですか。絶対に緊張するし、チキるし、力入るんで。ってなった時に、もうこれを僕はもうずっと唱えてるんですよ。じゃないと、その、最後のここが掴み取れないんですよ。で、今までの僕は、それ、まあ、今も取りこぼす試合もちろんあるんですけど、自分の中では、この俺は勝つを、そういった、競った時に発動してきたら、勝てた試合はありました。もちろんそれがなかったら勝ってないって言えます。それぐらいやっぱ最終的に勝負なんで、もう俺は勝つっていうのを自分の中にやっぱり刷り込んでいかないと、やっぱりプレーも絶対消極的になっちゃうし、自信も絶対ないんで、もちろん自信はないんですけど、だからこの言葉を自分にかけてあげる、絶対最後まで言い続けてあげる。そうすると、最後まで僕は頑張れました。はい、なんで最終的に、まあ、テニスはもちろん全日本選手権出るためにはだったら勝たないと無理なんで、で勝つために僕が、こうやってやってきたことは、まあ、大きく分けてこの4つが大きなキーポイントだったんじゃないかなって思います。まあ、戦術とかそのショットの入らない配慮とかっていうのはたくさんのテニス YouTuber レッスン系動画で言ってると思うんで、僕はこういったところから、アプローチしていって、あんまり周りの人が言ってないところを自分なりにやってきたことを伝えられればいいかなと思って今日も撮ってみました。よければ高評価と、チャンネル、登録していただければ嬉しいです。あとは何かこう話してほしいなみたいなのあればコメントでぜひ、お伝えしていただければと思います。はい、ということで、今日は以上になります。ありがとうございました。